こんにちは、ロマです。パワープルプリやっていきます。今回は、天明高校配信記念 PSR、SR 選択権、どっちで誰を選ぶべきか解説していきます。よろしくお願いします。ということでですね、レアガチャのループ天明デビューですね。これを引くと、道中で SR と PSR の選択権入ってきます。で、毎回聞かれるのが、誰を選んだらいいですかっていうのはそうなんですけど、PSR では誰、そして SR では誰っていうことがよく聞かれます。なので、今回はそのあたりも、コミコミにして話していきたいと思ってます。結構、こう、ガチャ券の種、皆さん育てていると思うんですけど、そのあたりの選択、どうしようかなっていう基準にもなるので、気になる方はぜひ聞いていってください。で、良ければ、感想と、あとは高評価ですね、していただければ嬉しいです。ということで、やっていきましょう。で、まず、PSR の方ですね。PSR の方で選ぶんであれば、コノハ、もしくはマニーかなっていうふうに思ってます。で、理由っていうのは、この二人の解放の恩恵っていうのは、まあ、そんなに大きくないかな、現状っていうところですね。特に、マニーは一番選びやすいです。というのが、恩恵が、筋力の基礎ボーナスが、16から18、20、そしてやる気効果が50から100に伸びるだけといえばだけです。なので、正直40で運用しても、50で運用しても、使用感としてはそこまで大きくめちゃくちゃ変わりますよってことではないと思います。なので、まあ、このマニーを持ってなくて、で、他のキャラある程度出ててとか、まあ、1ループしたけど解放多分できないな、他キャラっていう方に関しては、マニーとかがいいかなっていうふうに思ってます。まあ、将来的に使っていくかってことのお話になると、じゃあちょっと一旦ステイしといてください、新キャラ次第なんでっていう回答にはなるので、今、現状で1ループしてて選ぶんだったらっていう感じですね。もちろん、3ループ、4ループしていくよって方に関しては、マニーをおすすめっていうよりは他のキャラを解放していってっていうことに使った方がいいと思うので、現状は1ループして解放厳しそうだなっていう方に関してはマニーでいいのかなっていうふうに思ってます。まあ同じような理由でコノハですね。でコノハに関してはスペシャルダックが 10% ずつ伸びるのと、イベントボーナス、体力回復量アップですね。このあたりが伸びてきますと。で、現状ですね、相棒は、まあ、使うんだろうな、という見せかけの使ってないっていう形なので、まあ、もちろんね、今後使うかもしれないので、どっちに転ぶかはわかんないんですけど、やっぱり、こう、砲撃台に1個しか入れられないっていうのが、まあ、ネックになってるのかなっていうふうに思います。なので、そのあたりを考えると、まあ、40で取っといて、まあ、スペシャルタックサポート入れるだけだったら変わらないので、まあ、いいのかなっていうのと、最低限40でも、まあ、運用的には 20%、まあ、45まで解放しても、タックが変わるだけといえばだけですし、まあ、イベントボーナス関連はね、正直、上がっても下がっても、そんなに、今の高校のスペック考えると必要ないので、まあ、どうせ3000点バーンって出して、それで取っていくっていう感じになってるんで、賞味 80%、10% だろうが 50% だろうが 0% だろうがそんなに変わらないっていう感じですね。なので、まあ、45までっていう感じのことを考えれば、まあ別に特に PSR で1枚抜いとけば十分かなっていう感じにはなってます。なので、まあおすすめとしてはこの2人を PSR で選ぶんであればっていう感じですね。そして解放ができないんであれば。で、逆に解放をある程度進められます。2ループ、3ループできます。という方に関しては、かやのちゃんが一押しです。というか、結論だけ言うと、この中で一番強いのかやのちゃんかなって思ってます。はい。で、カエナちゃんに関しては、50まで行くと、スペシャルザック65のメンタル9、試合経験点も 20% つきます。で、35で45なので、20% タックアップと、メンタルの回復量も6から9なのかな、これ多分。ちょっと確認しますけど、そうですね。6から9なので、まあ、一番恩恵が大きいですね、この中で解放をしていく。で、まあ、この解放っていうのがかなり、まあ、PSR だと難しいので、本当にループをある程度行く方だけ選べば十分かなって感じはしてます。まあ、SR で45まで解放して自前で使っていく方が、まあ、現実的で丸いので、まあ、そのあたりは皆さんのお手持ちとループどれぐらい回すか次第かなっていうふうに思ってます。あとは唯一、まあ、1ループしか回さなくてカヤノちゃん取りたいんですけどっていう方に関しては、まあ、今後フレンド枠でもっと別のキャラ、まあ、例えば年末キャラとか新キャラとかの
他のキャラ入ってくると思うので、まあそのあたりを借りようと思ってます。ただ、ループは、まあどんなに頑張っても1ループしか引けなくてって方に関しては、まあカエルちゃんはとりあえずこの選択権を取っておいて、新キャラ来た時に判断で取ってもいいかなっていう感じですね。まあ今、マニーとコノハを進めているのは、今現状でループパッて引いて、じゃあどれどれってなったらっていう話なので、新キャラとかの将来性とかは加味してません。なので、まあゆっくり、じっくり判断したい方、まあ、将来的に、ああ、あそこでマニー飛んだんきゃよかった、この葉飛んだんきゃよかったって方に関しては、待った方がいいと思います。で、最終的にこの葉を取るというのが一番丸いです。まあ、この葉は多分、今後、天命から抜けることはないと思うので、まあ、そのあたりっていう感じですね。で、その理由が宝玉の色が紫長いのと、あとは、茶色。まあ、これは唯一無二ですね。二刀流のキャラとかで、まあ、いないので、この色味を持ってるキャラがね、この紫長くてはなんかついてるみたいな。結構探したんですけど、結局、そのメンタルと別のっていうのが極端に少なくて、まあ、その紫がちっちゃくてもう一個なんかついてるみたいなのはたくさんいるんですけど、まあ、カヤンちゃんのこういうキャラの恩恵、プラスこの色味っていうのは、まあ、非常に強いものがあるので、個人的には、まあ、おすすめかな。まあ、一番使い勝手いいし、使っていくのかな、なんていうふうに思ってます。はい。で、最後に、トクサくんですね。トクサくんに関しても、カエノちゃんと解放はかなり似てますね。試合経験点が 20% 伸びて、スペシャルタックも 20% 伸びますよ、という感じになってます。まあ、メンタルの回復量っていうところが関連しないので、まあ、そこだけ差があるので、まあ、宝玉の色のこと、まあ、水色の方が優秀だったりはするかもしれないんですけど、やっぱ唯一性紫っていうところが結構強いので、まあ、そういうとこまで考えると、まあ、2番手になるのかな、SR 選択で選ぶんであればっていう感じにはなってます。まあ、PSR で選ぶっていうのは、まあ、現状ないんじゃないかな、優先順位的にカエルちゃんの方が上に来るので、同じ、ほぼ同じテーブルみたいな形になってるね。まあ、初強側がちょっと違うのかな。なので、まあ、現状は、まあ、かやのちゃんに振ってく感じでいいのかなっていうふうに思ってます、SR 選択は。で、PSR は、この葉、そして、マニー。で、もうちょっと待ってゆっくり判断したい方は、かやのちゃんをゆっくりこう PSR でも解放できるところを狙っていくような感じで考えていけばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい。ということでね、SR は、真ん中二人、カエルちゃんの方が優先。PSR はコノハと、マニー。まあ、優先っていうことはそんなにはないけど、まあ、メインで使っていくことを考えれば、マニーの方がいいのかな。開放的にも、まあ、マニーだと PSR でパッて取って終わるんで、まあ、その方がいいのかなっていう肌感ですね。はい。まあ、皆さんがどういう風に感じていられているか、まあ、今後ね、いろんなキャラが入ってきて、この優先順位も変わるだろうし、なんかこう、まあ、マニーどうなんでしょうね。生き残れんのかな。まあ、得意練習、筋力、肩っていうのはかなり強いので、まあ、固有ってことも考えると、まあ、それなりの間はいてくれると思うんですけど、まあ、誰かしらはね、少しずつ抜けていくと思うので、まあ、4人ずっと残ってるってことはないと思うので、だからそのあたりは本当に、こう、どうなっていくのかな、なんていうことをもね、見つつ、そして、いろんな強いキャラをね、作りつつ、また、天命高校やっていければいいかなっていうふうに思ってます。ぜひぜひ皆さんのご感想をお聞かせください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。